さて今回は飯坂温泉にやってきました、学生の頃よく来てましたよ。たくさん来てたんですか？実はたくさん来ていますもうじゃあ結構詳しいかもしれないということですね。そうですね、詳しい方だと思います。ただ今日はですね、はい、そんなアリスちゃんでさえおそらく知らないであろう街の魅力を紹介していきます。あるんですね。はい、行きましょう。行きましょう。ゆったり温泉に浸かるだけでなく、旅館ではありえないちょっと変わったサービスや注目の新スポットで味わえるこだわりスイーツも。飯坂温泉の隠れ名物や新スイーツをチェックします。ご存知、飯坂温泉は松尾芭蕉も奥の細道の途中で立ち寄ったとされ、秋湯、鳴子と並び奥州三名湯に数えられる一大温泉地。まず2人がやってきたのは、伊勢屋旅館さん。私大好きで、プライベートでもよく来てますよ。ちなみに宿泊されたこととかも、宿泊も何回かしてますし、日帰り入浴でよく来てます。もうじゃあ、ほぼほぼ知り尽くしてると言っても過言ではない。そうですね、知らないことあるかな。探しに行きましょうか。行きましょう行きましょう行きましょう。まるでお城のような佇まいの伊勢屋旅館。地下50メートルから汲み上げる源泉かけ流しの温泉が自慢のお宿で、純和風庭園の中にある露天風呂が人気です。早速アリスちゃんも。いやー、素敵な露天風呂ですね。いいですね。風情があってテンション上がります。では早速お温泉いただきますね。ちょっと、お湯の温度は、なんかこの石からも熱が、おっとおっと、45.4 度。暑いわけですよちなみにアリスのお風呂の温度は40度です。あ、この以上高いですねいやー、さすが飯坂温泉。いやー、そうですね。飯坂温泉はもともとお湯が熱いと有名ですが、その源泉近くのお湯の温度はなんと66度。こちらの伊勢屋旅館は、はじめピリッと、湯上がりさっぱり、大人の源泉宿がコンセプトです。いやー、熱いでも熱々なんですけれど、なんて言うんですかね、単純温泉なので、刺激は少なくてですね。温泉ソムリエの資格を持っていますから。そうなんです。ただこれ長風呂注意ですね。確かにそうですね。ちゃんと自分と相談しながらという感じですね。そうですね。でもちょっと慣れてきました。あ、本当ですか。はい、慣れてくると気持ちいいですね。と、ここまでは珍しい情報は特にありませんでしたが、この休憩室で旅館では珍しいサービスをしているんです。目の前に何やら美味しそうな。そうなんですよ、実は伊勢屋ではですね、こういった出前であったり自分たちでの持ち込みが可能なんです。それは初知りでした。嬉しくないですか。入浴料600円を払えば11時から17時まで大広間で無料で休むことができて、なんと出前や持ち込みが可能なんです。ということで、地元の定食屋さんに出前をお願いして飯坂名物を注文しました。飯坂といえば円盤餃子。そうなんです。ここにあともう一個ビールがあったら最高ですね。すみません、今日はちょっとビールだけは勘弁してください。お昼なんで、ええ、わー、綺麗な焼け目ですね。外はパリッと、中はふわっと、結構
キャベツの歯ごたえがシャキシャキとしてですね、うん、食感のいい円盤餃子になっています。シャキシャキ言うと聞こえました。うん、実は、はいはい、初めてなんです。うん、円盤餃子初めてなんですか。初めてなんです。福島来て何年ですか。3年目になりました。違うんです、ちょっと友達がいなくって、円盤餃子って一人で食べていいのか分かんなくって。いただきます。なんか揚げ焼きに近いような感じですかね。うん、あ、うん、味くどくないんですね。でもきちんと味のパンチはある。おいしいんですね。あー、でもやっぱり温泉上がりに円盤餃子いただけるのは恋坂ならではですよね。そしてお店自慢の丼、アリスちゃんが天丼で、馬田アナはカツ丼を、王道のおエビから、エビ、うーん、プリプリ。天丼のタレがすごく甘めの味付けで、ちょうどいいエビの塩味と甘さで箸が白米と、お、うん、いい食べっぷり。かなり分厚いですね。いただきます。うん、うん、柔らかい。肉のうまみがしっかりあるし、衣が香ばしい。うん、おいしい。人が食べてるものおいしく見えちゃう。同じようなこと言いますね。いいな。飯坂温泉の老舗旅館で出前グルメを堪能。密かに人気のサービスです。知られざる魅力を発掘するため、続いて向かったのは、アリスちゃん、実はこの近くにふるさとシェアでも紹介されていた素敵なお店があるんですよ。そうなんですね。はい、きっと知らないと思いますよ。それがこちら。おお、なんだか素敵な場所ですが、はい、飯坂温泉街の中にある綺麗にリノベーションされたこちらは、こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いします。エマと申します。よろしくお願いします。実はこの70年ぐらい前にオルトレ百貨店っていう実際の百貨店がありまして、はい、その屋号をちょっと引き継がせてもらって、またオルトレ百貨店リニューアルするっていうもので、はい、営業させてもらってます。7月末ぐらいにオープンさせてもらって、はい、新しい。知らないわけですよ。初めて知りました。ありがとうございます。小野寺百貨店は1階がカフェスペース、2階がコワーキングスペースとなっていて、昔を懐かしむ人たちが集まる場所にもなっています。8月に放送したふるさとシェアで、県民リポーターの和田さんがその魅力を紹介してくれました。そしてこちらのカフェでは、飯坂温泉も丸ごといただけるスイーツが。お待たせしました。飯坂のパフェ、飯坂パフェとあと一味庵のあんみつになります。インパクト大ですね。しかもこれ結構こだわってて、実は全部地元の果物、ドライフルーツも全部地元の飯坂町のいちご、リンゴもそうですし、実はこれもドライフルーツのリンゴで、これ歯ごたえが変なグミじゃないけどすごい美味しいんですよ。いただきます。美味しくないですかこれ。食感もすごい、僕ハマっちゃって、これ今この食感絶妙ですね。そう、少しリンゴ本来の柔らかさが残っていて、噛めば噛むほどそのリンゴの果汁がジュワッと広がりますね。新しい、ちょっとドライフルーツの概念が変わりました。あみつは一味庵さんって、飯坂に和菓子屋さんが、一味庵さんの自家製の小豆のあんと、自家製の白玉と、あと一番下に桃のくず寄せって言って、これだ、ゴロッと入ってるの分かります。うん、うん、桃キットのそのまま出されたと勘違いするぐらい、しっかりした食感もあって、すごく美味しい。
ます。いやー素敵。なんか本当地域の人からも愛され、うん、新しく来る方にも愛される場所ですね。本当にそうですね。お店の方で新しく来た方がコミュニケーション取りながら居酒屋ってこういう場所なんだよ、じゃあちょっと興味あってまた来ようかなっていうつながりになったらいいかなとはすごく思ってます。ぜひ目指してますこの場所は、はい、福島の奥座敷飯坂温泉、新たな魅力を発掘する旅、皆さんもいかがですか？